武人文様彫金大航路。明治10年第1回内国勧業博覧会に出品されたこの作品は、日本の金工を代表する秀作の一つです。作者は名工横山弥左衛門。翌年この作品はパリの万国博覧会にも出品されました。明治期、これら日本の代表作は海を渡り、パリ万博をはじめとするさまざまな博覧会で高い評価を受けました。それらの金工作品を多く生み出した産地が同期の町高岡だったのです。高岡銅器は数多くの工程を経て完成品となりますが、一般的には原型作り、鋳造、仕上げ、彫金、造眼、着色など、それぞれ専門とする技術者によって分業で行われています。それでは古い歴史を持つ総型鋳造の製作工程を見てみましょう。まず図案の作成から始めます。図面に美しく使いやすい形を考えます。続いて側面の曲線を金型に切り、引き型を作ります。次にマネ引きと呼ばれる芋の砂で引く作業を行います。粗マネ、中マネ、仕上げマネと芋の砂で傷のないようにきれいに外型を引いて仕上げます。今度は中子型に芋の砂を詰め、乾燥させて固める中子作りの作業に取り掛かります。外型より肉厚分だけ小さな型、中子を作ります。そして外型と中子を組み合わせる型合わせを行います。るつぼで銅や錫などの材料を溶かします。そしていよいよ溶かした金属を鋳型に注ぎます。鋳型に流し込んだ金属が冷めると、型ばらしを行って芋の生地が出来上がります。我々も伝統を作ってると思うんです。で、ただ昔のやり方をそのままではなしに、安くより良いものをというのはやっぱ職人の目指さないかのところなんでしょうね。で、そこらでまあ改良を加えていくと、どう改良を加えるかということが難しいのかなと思います。その後グラインダで金属の表面を削り仕上げます。さらに透かし模様や取っ手の耳などの細部はヤスリや線で仕上げます。芋の全体を磨き上げ、生地が完成するのです。仕上げとは、数十種類ものタガネや線を用いて鋳造後の不要な部分を取り除いたり磨いたりして製品にしていくことです。原型の雰囲気や特徴をよく理解し、原型に忠実に仕上げることが大切で、優れた技術や豊富な経験が必要です。
仕上げが終わると金属の表面を加色します。高岡銅器の伝統的な加工法の一つに、金属の表面をタガネで彫ったり叩いたりして模様を作る彫金があります。彫金師が独自に工夫した多種多様のタガネで無地の金属表面が模様付けされ、着物に命が吹き込まれていきます。彫金技術としては毛彫り、蹴り彫り、片切り彫り、透かし彫り、透き彫り、高肉彫り、獅子合彫りや象眼など多くの技法があり、それらを組み合わせ斬新で綺麗な作風も生まれています。象眼とは、金属の表面を掘って別の金属をはめ込む技法です。一般的には銅製品に金や銀、白金や赤銅などをはめ込んでいきます。象眼技術の種類としては、平象眼、高肉象眼、線象眼、布目象眼といろいろあり、それぞれに持ち味があって、花瓶や置物、小物、アクセサリーなどに施されています。着色は銅器製作の最後に行う工程で、熟練を要する作業です。銅器は古くから腐食の防止と製品の化粧を兼ねて、表面を塗膜着色して使われています。伝統的な着色法には、お歯黒、焼き色、
青銅色。銀色などがあります。これらの色は古代色とも言われ、製品の表面はさまざまな表情に生まれ変わります。今日、高岡銅器が国内外から高い評価を得ているのは、優れた鋳造技術や彫金技術があることに加え、この着色において高岡独自の技術を開発し確立したことが非常に大きいのです。高岡地場産業センターでは、高岡市が行っているものづくりデザイン科の中で、小中学校や養護学校の児童生徒らが伝統工芸士などの技術者から直に指導を受けて、銅器や漆器などの実技体験や制作を行う伝統産業育成の新たな取り組みを始めています。また、高岡オフィスパーク内にある高岡市デザイン工芸センターでは、デザインと工芸の情報発信や技術支援を行っています。高岡銅器の伝統工芸士など専門家を講師として招き、技術者の養成・確保を図りながら、伝統技法の保存・継承をするとともに、新しいクラフト産業・デザインとの融合を目指し、その啓発・急に努めています。高岡銅器が新しい時代にどのような形で伝えられ、どのように使われていくのか、伝統を受け継ぎながらも新しい試みにチャレンジする日本一の銅器産地高岡。工芸都市の誇りを支えているのは、400年続いてきた銅器の歴史と銅器作りの分業化によるスペシャリスト一人一人の高いクオリティにあるのではないでしょうか。高岡市が誇る国指定の重要民俗文化財の絢爛豪華な御車山、加賀藩の藩祖前田利家が豊臣秀吉から拝領した御養正天皇聚楽大行幸の御所車を二代藩主前田利長が改造して高岡の町を引き回らせたのがその始まりとされています。この御車山に施された伝統工芸の多彩な技の数々、町民文化の中にしっかりと根を張り花開き発展してきた高岡漆器の伝統と今をご紹介します。高岡漆器は栗生地、引物生地、曲げ物生地、刺し物生地と4種類の生地で製作されています。引物生地を使った彫刻塗りの製作工程では、まず
原木を製材します。それを乾燥させてから外引きをして外仕上げをします。続いて中引きをした後に中仕上げをして生地が仕上がります。次に美濃紙に図案の裏から青竹をお湯で溶いた天然染料で筆書きする置き目書きを行います。そしてそれを生地に写し取る置き目をして生地のデザインが仕上がるのです。続いてデザインされた模様の輪郭を小刀や三角のみで荒彫りし、さらに模様内部の切り込みを行います。その後、模様に立体感を持たせる肉付けや藍すきを行い、地肌部分をすきのみで深くすき上げる地肌すきで模様全体を浮き立たせていくのです。彫刻の仕上げは小型の三角のみを使い、毛筆の線のように細く上筋入れをします。その後、サンドペーパーで生地磨きを行います。そして、いよいよ彫られた生地に漆を塗っていく工程へと入ります。はじめに生漆をハケを用いて生地面にすり込みます。これを生地固めと言います。続いて、生漆と硝煙と呼ばれる松を燃やしたすすで練り合わせた特殊な下地漆で全面にすり込みます。乾燥後、平らな部分はヒノキベラで錆地付けをし、砥石で研ぎます。模様彫りの部分は耐水ペーパーまたは炭粉で模様を崩さないように軽く研ぎます。研いだ後は下地面の調整や堅牢な漆層を作るために中塗りを行います。中塗りが乾燥した後は平らな面を墨で研ぎ、彫刻面は耐水ペーパーまたは炭粉で中研ぎが行われます。その後上塗りをします。そして上研ぎをした後、上質の色漆を吉野紙でこし彩色を行います。彩色後は
墨傷を取るために油とのこで磨く銅摺りをします。また彫刻の立体感を出すためや古めかしい風合いをつける古びつけをします。さらにそれを落とす古び落としをします。最後は菜種油とツノコで磨き仕上げをして完成するのです。次に青貝塗りの生地工程を見てみましょう。ここでは刺し物生地を使います。まず原木を製材し乾燥させてから木取りを行います。枠組みや底入れの作業をした後天張り作りを行い青貝塗りの生地を仕上げていきます。仕上げるわけやね。これで大体粗削り中削りまでいったわけです。続いて塗りの工程です。はじめに木の節や傷などを埋めたり生地の接着部分を補強する黒塗をします。黒塗をし終えたら木漆を生地面にすり込みます。その後生地の補強と木の細りを防ぐために糊漆で布張りを行います。そしてサンドペーパーで空研ぎし布面を整え下地漆で布固めをします。そして乾燥させた後、布の上からサビ地、または切り子地で布目にすり込みます。続いて、火山灰などを原料とした地の粉で漆下地を作り、木べらで地付けをします。地研ぎをした後、地の粉とトノコを水で練り、木漆と混ぜ合わせて作った切り子地をつけます。さらに切り子地研ぎをして地肌を整え、トノコに水と木漆を練り合わせたサビ地をヒノキベラを用いてつけます。その上に中塗り漆で中塗りをします。さらに油切りで作られた研ぎ墨で中塗り研ぎをして表面を滑らかにしていきます。
青貝工程ではまず青貝模様の効果を考えて図案を描き、薄みの紙にその図案を写します。次に薄く削った青貝を細かくする貝切りをします。青貝を小刀や針などを用いて断ち切り、突き切り、針抜き、内抜きなどの技法で切っていきます。一方、薄みの紙に写した図案の裏面に漆で置き目書きをして中塗り面に移します。そして模様付けされた範囲に薄く漆をハケで塗り、置き目に従って前もって細工しておいた青貝を貼り付けていきます。花色に使う貝はアワビのほか、夜光貝、蝶貝、クジャク貝などの種類があり、いずれも貝特有の真珠色が漆の色艶とよく調和し、独特の味わいを醸し出します。青貝の下の漆が十分乾いてから、針を用いて青貝の模様に筋彫りをして繊細な表情をつけます。これを毛彫りと言います。ここから上塗りをして仕上げの工程に移ります。上塗りが十分乾いたら、貝むきをして貝の上の漆を削ります。その後、上塗り研ぎ、胴ずりをして半ツヤ状態に仕上げます。さらに日本産木漆を全面にすり込み、綿やもみ紙で余分な漆を拭き取って乾かします。乾燥後は菜種油とツノコを器につけ、指先や手のひらで磨くロイロ仕上げというツヤ揚げをして完成です。高岡漆器の持つ美しくぬくもりが感じられる光沢と感触、名工が生み出した流麗で品格のあるデザイン、伝統に培われた多彩な技が今も高岡漆器の未来を明るく照らし続けているのです。
溶けた金属を鋳型の中に注ぎ込みます。金工技法の一つ、鋳金の最も気を使う作業です。漆黒の地金に浮かび上がる赤と白のライン、赤い色は銅、白い色はステンレスです。鋳型で作る合金の器に別の金属で模様が施されているのです。制作者は2005年に鋳金の人間国宝に認定された大沢光民さんです。やっぱ油を流し込んで足た肩割るまでわからんわけですね。そのだからこの緊張感といいますか、仕事にやりがいがある。鋳金の伝統技法、焼き型鋳造法を一途に守り続け、その一方でイグルミという独自の技術を確立した大沢さんの世界を紹介します。大沢さんの作品作りを見ていきましょう。まず石膏で作った原型に完成した時のイメージを描きます。スプレーで黒くした原型にチョークでデザインします。赤は光、白は水です。これは完成した時のイメージを膨らませるための作業です。石膏原型を台座に固定し、鋳型を作り始めます。最初に作るのは外型です。離型油という剥離剤を塗ります。鋳金の世界で昔から使われている材料です。次に土を貼っていきます。高温で焼き固めるとき、歪みや焼きムラが出ないようにするために、厚さは一定にします。今使っている土は、紙土と呼ばれています。きめ細かい土に多量の和紙が含まれています。紙土は、はじるという粘土を溶いた液体の中に、繊維をほぐした和紙と数種類の土を加えて作ります。溶解炉で溶けた金属が紙土に触れると和紙は焼けてなくなります。すると細かい隙間がたくさんでき、高温で発生するガスの抜け道になるのです。紙土は伝統的な鋳型作りにとても重要な土なのです。大沢さんの人間国宝認定の理由は大きく2つあります。一つは独自に開発したイグルミという技法による独創的な創作、もう一つは焼き型鋳造という伝統技法の保持です。大沢さんがこだわっている技法の一つに焼き型鋳造法っていうのがありますけれども、はい、それはどういった技法なんでしょうか。鋳型を焼いて、油を流し込むことによって、はい、材質がこうゆっくり流し込んだ後、地金がゆっくり冷えていくんで、うん、まあ黄身の細かいといいますか、しっかり、うん、した生地ができるんですよね、はい、一番だから昔からの伝統ですね、これはちょっと
世界でもないちょっとやり方なんで、何としても守っていきたいなということで、それであのこだわってやっていますね。紙土の上に端汁を塗ります。端汁は種類の違う土と土を接着させる役割もします。その上から紙土が歪まないように保護するための荒土をかぶせます。荒土には藁が含まれています。和紙と同様にガスや膨張する空気の抜け道となります。大沢さんは鋳型を焼き締める技法、焼き型鋳造にこだわり続けました。独立した頃、問屋からは手間がかかる焼き型はやめて、安くて早いガス型鋳造を勧められたこともありましたが、日本の文化ともいえる焼き型鋳造に背を向けることはできませんでした。荒土の上から鉄筋で補強し、高温に耐えられるようにします。吸わせで鋳型に含まれる水分を取ります。吸わせとは鋳型を壊した乾いた土のことです。一度高温の炉の中で焼かれているので、よく乾燥し水分を吸収します。これも伝統的な焼き型鋳造の工程の一つです。1時間ほどで外型の水分はある程度取り除かれました。吸わせを外し、外型を2つに分けます。そして小せいろで2時間ほど乾燥させます。乾燥した後は、いよいよ大沢さんが考案した新しい技法、鋳ぐるみを施します。普遍のテーマである光、水、そのデザインを表現するために細かく書き込まれた金属棒と釘の配置図が必要となります。乾燥した鋳型が崩れないように慎重に釘を打ちます。また燃えるものと、冷えるもので、その生命の源とか、宇宙から全てのものが光と水で成り立っているというようなことで、調和というか、調和、そういう表現、なんか、バランスといいますかね。釘と金属棒が整然と並びました。外型の完成です。中子を外型の中に入れます。この時、中子は光害によって外型の中でわずかに浮いた状態になっています。合金が流れ込む隙間、このわずかな隙間が作品になります。鋳型を針金で縛り、その上に荒土を覆いかぶせたら、鋳型を小せいろで焼き固めます。900度になるまでおよそ10時間焼きます。この間、大沢さんは2時間おきに鋳型の焼き具合をチェックします。
焼き始めて10時間が経ちました。蓋を外し、鋳型全体の焼き具合を確認します。鋳型が焼けると、今度は溶解炉で合金を作ります。作品のイメージに合わせて様々な金属を加えていきます。金属を溶かすために溶解炉は1400度まで上げます。焼き上がった鋳型は今度は400度までゆっくり冷まします。溶解炉では鋳型に注ぎ込む合金が溶けました。合金の保温効果を高めるために、ゆくみには藁を焼いた灰が入っています。合金を溶かして鋳型にこう流し込む時のその気持ちってどんな感じなんですか？それで鋳型作ったり、いろんなことを精一杯手抜きせんと真剣にやってますが、やっぱ湯を流し込んで明日固まるまでわからんわけですね。そのだから、あのこの緊張感といいますか、仕事にやりがいがある。うん、でやっぱりドキドキしながらって、まあ、創作性も大事ですし、なんか僕はやっぱこの仕事に出会って、なんか一生涯求めると言いますか、道を見つけたと言いますか、だからなんか元気のもと、まあ、仕事もあるのかなと。十分に冷めた鋳型を一気に割ります。鋳型に施した鋳ぐるみはイメージ通りになっているか、この時初めて分かります。銅とステンレスを固定していた釘を切り取り磨き上げます。最後に合金の部分を黒に着色して作品は完成します。生命の源である光と水の調和と大自然のエネルギーを表現した作品です。イグルミの線は通常表面にくっきり現れますが、場所によって線が途切れたり細くなっています。これは合金を注ぎ込むときに熱の作用で金属の棒が反ったりねじれることなどがあり、その効果が作品に有機的な温かみを与えているのです。今の時代に合った考え方、そういうものを作品の中へ取り入れていくことが伝統。だから昔からの伝承の技術プラスアルファ創作性、創造性、もって従来のちょっと違った技術技法を編み出すとか、それが僕は新しい伝統だから、伝統はその絶えず新しいものであるという。鋳金の世界に新たな光を導いた大沢光明さん。そんな大沢さんは常に先人の仕事に対する尊敬の念を持ち続けています。電気も機械もなかった時代にどうやって素晴らしい作品を作ったのか、奥深い色を表現するにはどんな技術を注いだのか、尋ねても出ない答えを大沢さんは自分の技術を積み重ねていく中で探求していきます。伝統とは常に新しいもの。この言葉が大沢さんの創作の原動力です。